ふわふわもふもふ。総社市の清根ふるさとふれあい広場で生まれた白鳥のひなです。どうぞどうぞ。食べてるね。お父さんとお母さんを真似て一生懸命餌をついばんだり、仲良く並んで池を泳いだり。いや、かわいいですね。すごくもうふわふわもこもこして。白鳥のひなを初めて見たからとってもかわいくて、あの親のように育ってほしいです。オスのハクちゃんとメスのレイちゃんの間に生まれた5羽のヒナ、今月19日から20日にかけて卵から帰りました。この公園で白鳥のヒナが誕生したのは初めてということです。あの可愛いヒナが近くまで寄ってきていただく姿もですね、ぜひもう見ていただきまして、皆さんでこのヒナを温かく見守って可愛がっていただけたらと思います。とても可愛らしい白鳥の親子ですが、近づきすぎると親鳥が威嚇したりくちばしで噛んだりする恐れがあり、市では少し離れたところから見守ってほしいとしています。